それではですね、これから二級舗装施工管理技士の28年度の一般試験のですね、おそらく出るであるような予想問題、ね、これについて解説をしていきたいと思います。で、テキストの方にもですね、解説が詳しく出ておりますので、まあ、これを参考にしてまたテキストもしっかり書いて学習して、今年は合格を期待しております。では説明していきましょうね。でまず28年度のですね、この攻略問題の回答者になりますので、ね、これ丸バツで答えていただいて、ちょうど試験、実際の試験も40代ですからね、この40代を丸ごと答えていただく。時間は大体50分ぐらい、ね、試験をして、そして実際説明はだから、まあ、20分弱程度ね、この程度を説明していきたいと思います。まず最初にね、土木関係の基礎知識が出てきて、それからですね、これから出てくる要するに舗装工学、これ一番多いんですけど、舗装工学が出てきて、それから施工管理が来て法規格ということで、この試験はですね、一番最初は土木は来て、基本的な土木が少し5、6台来て、その後もう大半のものが舗装工学が来て、それから施工管理と法規ということは、施工管理法規は非常にわずかですから、まあ、そういうようなファズ主体としては舗装工学はポイントになると、こういうことですね。そして誤っているところはどう誤ってどうなんだということをやっている、まあ重要なところということになりますね。で見ていきましょう。2番ですね、2番では擁壁にはですね、もたれ擁壁というのがありまして、これは軟弱な地山に施工されるもので、裏ごめの土の支持力は期待されない、まあ、そういうようなことなんですけど、もたれっていうのここに書いてもたれですから、擁壁はもたれてるんですから、何に支えるかというと、だって裏は支えない、だから地山だとか裏ごめした土によって支えられる、だからもたれてるね、もたれ擁壁は地山だとか裏ごみに支えられて支持されてますよということですね。したがってこの期待されないんじゃなくて期待する、ね、期待して設計されるやつ、もたれ擁壁は地山と裏ごみに支持される擁壁ですよという、そこのもたれという意味を理解してもらえれば分かりかな、ね、それから次に、ね、5番目いこうか。5番目ね、これはね、公共工事標準請負契約、この約款というのはね、まあ約款というかルールですね。で、その中にですね、こういうことですね、特記使用書、要するに使用書で、ほら皆さん仕事を受けたって、特記使用書と共通使用書って、共通使用書ってみんな共通なことですよ。もう一個、この部分だけは特にこういうふうに決めてほしいと、特にこの部分はこうしてほしいという、共通使用書に何使用書、これを特記使用書と、こういうんだな。で、途中優先するからだ。まあ、これは当然、普通じゃない特別なことを言ってんだから、こっち優先しようよと、こういうことになります。したがって特記使用書は共通使用書を補足するものであり、共通使用書は特記使用書に優先する、そうじゃないかな、共通使用書より特記使用書を優先して、同じことはここの部分だけはこうしてくれって書いてあるんだから、それは特記使用書が優先しますよ、これですね、はい、それから次に6番目ね、今度は土のですね、試験が出るかな、土の試験、一軸圧縮試験で求めた一軸圧縮強さによって建設機械の走行性が判定できる。建設機械の走行性って、これはですね、コーン貫入試験でやって、でコーン指数っていうのを求めて、このコーン指数といううちの貫入抵抗だな、土の中でこういうふうにバッとこういうふうにコーンを差し入れ、コーンで三角形のポップコーンみたいなものだな、これ差し入れて、その抵抗を調べて、その抵抗性の大きさから、あ、これだったらブルドーザーは通れるとか、あ、これだったらダンプカーが通れるとか、そういう感じでですね、コーン指数の大きさによって建設機械の足回りを選定する。で、これ一軸圧縮試験っていうのは、一般に粘土の要するにまあ強度、先端強さだな、これを調べるものである。で、建設機械の走行性はコーン貫入試験、コーン試験によってコーン指数を求めて、そして建設機械の足回りを選定するということだな。だからポイントは今年ちゃんと覚えておいて、コーン貫入試験を求めて、コーン指数を求めて、建設機械の走行性を判定すると。こういう今年出るので注意しようね。それから今度はですね、10番いきましょうね。10番。これはいわゆるその舗装工学の材料の性質だな。で、このセミブロンアスファルトってね。セミブロンアスファルト。セミっていうのはわずかになってるな。ブローンっていうのは空気を吹き込むというんです。
だからちょっとだけ空気を吹き入れてアスファルトをですね、柔らかいアスファルトをちょっと硬化させた。だからアスファルトは目地なんかセミブロム、ブロムアスファルト、セミだからわずかだけだからあんまり硬くしてない、ある程度こう流動性が、まあ、そういうものをセミブロムアスファルトな。でこれは石油アスファルトにこの空気を加えたアスファルトのことだ、ね、空気を加えてある程度硬くしたもの、これをセミブロムアスファルト、普通これはポリマーじゃなくしてこれは空気を入れてあとのセミブロムアスファルトと、ね、こう言います。それから次ですね、14番ですね。14番、これはですね、土がですね、こね返しが起きる恐れがある、生じる恐れにある露晶をですね、どんな露晶ですか、こね返しが起きると。これ粘土の露晶だな、砂じゃなくて粘土の露晶を施工する場合に振動ローラーによって締めがダメだ。こういうこね返しが起きるような地盤に振動ローラー使っちゃうガチャガチャガチャって避けちゃうんだよね、こね返されちゃう。だからこね返される、まあこういうような粘土地盤ではですね、ブルドーザーだとか湿地ブルドーザー、湿地ブルドーザーはブルドーザーよりか履帯のこの幅がね、ふっと長い大きい、だからうーっと設置やったら小さい、だから非常に柔らかい地盤でもこう締め固めることができるんだな。だからということで、こういったこね返しが起きるようなものは、まあブルドーザーとか湿地ブルドーザーで、まあ締め固めをしましょう。振動ローラーは砂だの、砂、こっちは粘土ね、ということだな。それから15番いこうか。上層炉板の石灰変定処理において最適含水比よりもやや乾燥側で締め固めた。炉板っていうのはさ、上層炉板と下層炉板という2つあるんだね。で、上層炉板の、とか下層炉板の改良する、そのまんま土使えないんだな。その土を、土に石灰とかさ、それからセメントとか入れてね、性質を強度を高めるんだよ。そういうのをこう施工するんだな。でその時、上層炉板に石灰安定処理した時はね、これ下層炉板も一緒なんだけども、石灰安定した時より、安定処理して別に石灰を加えて混合してこうタイヤローラーで締め固めんだな。でその時に最適含水、普通の土だったらさ、最適含水で締め固めるのが一番いいんだよ、一番最適よく、一番よく締め固める。石灰の場合ね、若干水を高めに入れといた方がよく締まるということだね。だからこの場合は特に石灰の場合の安定処理をした時は最適含水比よりもやや湿潤側で、湿潤がこうな、湿潤側で締め固める、乾燥側じゃなくて湿潤側、水をよけ入った状態で締め固めるとちょうどぴったし締め固まるよということだね。これ覚えておく。だから上層炉板下層炉板が一緒なんだ。だから石灰安定処理炉板では最適含水比よりも湿潤側で締め固めるっていうこと、それがルールなんだ、これちゃんと覚えておこう。てか16番かな。アスファルト混合物を3日間保管する際、一時貯蔵瓶を用いた。アスファルトってほら作ったらさ、夜なんか間に合わない場合あるじゃん。だから作って保存しておくんですよ。でその貯留しておくときに12時間までだったらヒーターはいらないから、一時貯蔵瓶というので魔法瓶みたいなもんですよ。水を入れてね、ああいうものに保存しておく、一時貯蔵瓶。だけど3日も経つとさ、冷えちゃうじゃん。それは加熱しなきゃいけない。だから一般にそういう時は加熱貯蔵サイドというところに、要するに肉の線があるヒーターが入っているような層に入れておく。だから3日、それは3日まで、それ以上やったら風化しちゃうからね。ということで、アスファルト貯蔵するのは12時間までだったら一時貯蔵瓶。3日以内だったら、これは12時間を超えてしまうよね、3日までだったら加熱貯蔵サイドというのを使って、そこへ、溜めておくと。でそして陽性があったらパッと出すと、こういうわけだな。ということで、アスファルトを貯蔵するのには12時間以内は一時貯蔵瓶、ね、3日以内なら加熱貯蔵サイドを使いますよということの2つあるということをちゃんと覚えてくれな。道路の横断方向の轍ぼれの測定を3メートルのプロフィルメーターで行ったと。でこれはもう補修のところへ行っていくんだな。補修、道路補修しなきゃいけない。そういう時にですね、凹凸を調べるんだ。道路あるでしょ、ベコベコ引っ込んでる。でこの凹凸だから、横断方向に凹凸なのか、自動車ずっと走ってる方向にこう凹凸なのか、これ凹凸といっても両方あるわけだから、この時横断方向の轍ぼれね、こっちの3メートルプロフィルメーターで見るとこれ長いやつだ。これはだから道路の進行方向に対しての凹凸を測るのは3メートルのプロフィルメーター。それだって道路の直角方向、こっち方向だな、こういう方向じゃなくてこっち、
この方、こっちの方、道路のこういう方向の横断を測るのは、これは横断プロフィルメーターって、で2つあるんだ。だから、道路の自動車の走行方向に測るのは3メートルのプロフィルメーター。道路の直角方向ですね、道路に対してその断面に対してこういう方向に測る。これは横断プロフィルメーター。だから2つあるんだ。プロフィルメーターの2つあって、長さ方向には、自動車の走行方向には3メートルのプロフィルメーター。それから、それじゃなくて断面方向に測るのは横断方向に測るのは横断プロフィルメーターという名前の区別をつけておく。それからね、こいつはよく出るんだよ。これをご不動ね、ここ今年必ず出る、ここ23万とかな。これはね、塗装を設計するときにはね、強度を評価してる、評価する、まあこういう言い方するね、強さを調べるということな、評価。でこれを評価するのはね、3つのことを満たさなきゃいけない。舗装っていうのはどういうことを満たさなきゃいけないかというと、組成変形因数といって、これはね、すり減りが少ないかどうかという、こういう問題。それからね、疲労破壊因数っていうのは、これは長い間持ちこたえられるかどうかという耐久性を調べる。それから平坦性っていうのは、これ測るんだな、3メートルプレート、これ凹凸だ、凹凸が、基準以下であるあんまりデコボコしてていけないな。というと舗装、ところがね、アスファルト舗装は組成変形因数と疲労破壊因数と平坦性、この3つ、アスファルト舗装だけど、コンクリート舗装に限っては、見たらコンクリート分かるじゃない。コンクリートはですね、こういってへこまないんだよ、もう硬いから、もう関係満たされてるんだから、これごちゃごちゃこれはしない。だからコンクリートはこれはいらない。だからコンクリートはこの2つだけを満たすように設計する、ね、だからコンクリート舗装は疲労破壊因数、耐久性と表面が凹凸がないように設計しなさいって言ってる。だからアスファルト舗装はじゃあどうやって設計するかというと、アスファルト舗装はその組成変形因数と、それから疲労破壊因数と平坦性、この赤いやつはアスファルトだな、アスファルト。水色はこれはここだけだと、コンクリート舗装はこれを目指して設計する。アスファルト舗装は組成変形因数と破壊、疲労破壊因数と平坦性、これ3つを持って設計する。だからアスファルトは3つ、コンクリートは2つということで、試験のポイントはここ、今年これ、組成変形因数はコンクリートは考えなくていいですよと、無視していいですよと、もうすでに安定性は保たれてますよと、まあ、こういう言葉が出てくる。だからコンクリート舗装は組成変形因数は考慮しなくて良いというところが今年のポイントだ。コンクリート舗装には組成変形因数を考えなくていいと。ただしアスファルト舗装は組成変形因数、疲労破壊因数、平坦性、この3つを満たすように構造を設計しなきゃいけませんよと、そういう評価しなきゃいけませんよと。ここからもう施工管理になっていくな。ネットワーク工程表は工種が少ない工程や工期が厳しくない工程に適している。そうじゃないな、これはなバーチャートだ、ね、バーチャートだから、ネットワークはこういうの工種が多くたり工期が厳しいところに適している。逆なのかな、これバーチャートのことを言っている。ということで、バーチャートとネットワークの区別をつけておく。それから次に、29番行こうかな。これは法規の問題になってくるかもしれないけど、所轄警察署長と協議するために道路工事等協議書を元請け業者が作成した。でこのここのね、道路工事協議書、よくこれ舗装関係で出てくるんですけども、これはね、発注者、要するに道路管理者じゃないですよ、我々で言えばな、道路管理者が制作するもの、こちらね、だから元請け者が作成するのではありません。だから道路工事協議書というのはそういうことだから、道路管理者がね、自分の道路を直すときにさ、警察にこの道路を直しますからって使用願いを出したりすることにしないんだよな。だからこれは当然、まあ、協議してこういうことやるからなということをこう伝達する、そういうようなものなんだ。それを道路工事協議書とこういう言い方ですよね。これはこうこうこうやるからということを渡すだけのことは実際上ね。ということで、これは発注者、元請けはこのことはできませんね。で注意しよう。だから道路工事協議書は誰が作るんだっていうことだな。発注者が作るよっていうことだな。はい、それから30番。交通安全対策で用いる工事用の移動柵の手すりの高さを75センチとした。これはね、
公衆災害防止対策要項っていうのがあってね、でその中にちゃんと決められてるんだ、これな、 0.8 メートルから1メートルの高さにしなさいっていうことは決まってるんだ。だから 0.75 センチは不足してます。だから80センチから1メートル、100センチ、この間にしなさいっていうことは決められてるので、これ良くないと、こういうことですね。それから続いてですね、32番の出来方管理ときたら、これ受注者が管理する、わかったね。これ出来方検査ときたらどうなんだ、検査するのは誰だ、検査をするのは、出来方検査をするのは発注者な。この区別はね、前に出てんだよ。だから注意しような、出来型検査は発注者、出来型管理は受注者、管理は受注者、検査は発注者、この区別をつけた方がいいか。そこのところはよく法規で毎年読んでるんで注意しよう。それからあの37枚かね、この法規の前でね、環境基準として国で決められているものは大気汚染、水質汚濁、騒音、振動の4種類である。まあ4つ決まってるんだけど、これはね4種類だけ決まってるんだけど、それは何が決まってるかというと、これはね前に読んでるんだけど、これも前に、大気、水質、土壌の土なんだよ。だから大気と水と土なんだよ。それあともう一個だけ間違っちゃいけないのは騒音なんだよ。騒音だから振動入ってない。だからこれは入ってるけどこれは入ってないな、これはいいけどこいつダメ、振動は含まれない。これよく試験で振動含まれない。だから環境基準で国がきちっと決めてあるのは、だから大気と水質と土壌、それから騒音、この4つだけ決めてる。それ以外はその地盤沈下とかさ、あの郊外の7つあったじゃないね、地盤沈下だとかそういうの悪臭だとか、それは決まってない。それはだから4つだけは、だから大気、水質、土壌、騒音だけ決めて、振動は含まれてね、ね、ご注意しよう。これが前年での注意しよう。これ大事だぞ、ここ振動は含まれない、国の決める基準の4つの中に振動は入ってねということを覚えよう。ポイントな。それから39番、特定建設作業を行う施工者で工事開始の14日前まで市町村長に届けんでなければいけない。これだな、騒音規制法あるいは振動規制法に届け出は7日でしょ、7日前までに届け出ればいいわけな。7日これ覚えとこうね、今年は7日前ですよ、届け出なきゃいけない、ね、それから振動規制法とか、振動規制法だったらこれ75デシブだな、基準値が。騒音だったら85デシルだな、こういうところしっかり覚えておこうね。40番のところは、木材と建設発生度は建設リサイクル法に決められた特定建設次第である。そうじゃないんだな、この建設発生度っていうのはこれ廃棄物じゃないから、この一般に建設副産物と言われてる、これは廃棄物だから、処理しなきゃ使えない、土はそのまま使えるんだから、だからこれは廃棄物じゃない、そのまま利用しなきゃいけない、捨てちゃいけないということで、建設発生度はこれは建設副産物で必ず利用しなきゃいけない。でそれに対して特定建設資材っていうのは再生しない、大きな柄とかと一緒砕かなきゃ使えない、そういうものを特定建設資材というわけで、これは違いますよということで、土はそれに含まれてない、これよくしっかりと覚えておこう。ではこれでね、この一般の方の説明のことにいたしましょう。